宮城県線立山高等学校は、宮城県仙台市泉区町明川岡東にある県立高等学校。1983年に設立された。通称は、ヤカタかもしくは、立山。七北田川南岸の七北田丘陵上にある中世の城跡、町明館にちなんで、町明館周辺の七北田丘陵は、立山と呼ばれている。当校は、この、 立山の一部に立地し、また、泉市内にあることから、泉立山との公名となった。ただし、東西に連なる、丘陵地である、立山は、南北道の宮城県道264号、大平線大線建設の際に大規模な切り道しで、東西に分断され、東高は、西側の泉区町名が、丘、町名間は、東側の泉区下門になり、切りしの上に設置された歩行者、 自転車専用の鼓動橋で結ばれるのみとなった。本校は1980年代前半に仙台市北部周辺の段階ジュニア世代の高校進学が目前に迫り、また近隣に泉パークタウンや町名が、丘、桜が丘、東昇山などといった新興住宅地が開発されるなどにより、学力上位層が大幅に増加すると考えられ、既存の公立進学校では、 定員が不足すると予測されたため、この対策として開校へと至った。また、校舎はコスト削減を図るために、同年度に開校された宮城広瀬高校と共通の建築設計となっている。開校にあたって、仙台北学区では学力上位に位置する仙台三校のデータをもとにし、これに準ずるかもしくは同等に値するように設定されていた。 近年の進学実績では、国公立大学に年間100名前後の合格者があり、地元の東北大学にも合格者を出す。また、東北学院大学にも毎年100名以上の合格者を出している。2003年度から2005年度は、県のエクセレントハイスクールの指定を受け、学校によって大使21プランが制定された。指定に伴って、これまでの文章部に加えて、 活性化推進部が設けられ、指定が終了した現在も、この活動は、学校独自で行われている。泉山校定期戦とは、泉区内に所在する泉岳山、泉、泉少量の県立高校3校の間で、行われる定期戦の総称で、毎年5月に、泉総合運動場を主会場に行われる。毎年、仙台市都心部で、 宣伝のためのパレードが行われていたが、近年は泉中央副都心で行われている。ヤカタ三大行事の壁頭。毎年7月上旬に実施。クラスごとにオリジナルのユニフォームを製作し、ドッジボールやバスケットボールなどの球技を行い、得点によるクラスごとの総合順位を競う。ヤカタ三大行事の二つ目。毎年夏休み明け第二週に実施。読みは、 推奨祭、いわゆる文化祭、文化部やクラス、団体ごとに展示、発表や出展を出す。また、有志バンドの演奏、仲良祭りでの助走コンテストや有志による歌や、ダンスパフォーマンス、校庭でのフォークダンスも、恒例となっていたが、近年では見られなくなった。やかただか三大行事の長尾、毎年10月に実施、運動会のような形式で、 綱引きなどで得点を競う。名物は、炎の女。これは、女子限定の棒引きであるが、例年あまりの激しさに怪我人が続出する。2007年度には競技で使用された棒が折れる、激しさであった。骨折一名。2013年度も競技で使用された棒が、折れ出血者が出る激しさであった。有志で集まった、実行委員が、生徒から募金を募り、その資金で、 好をイルミネーションする。また、有志ダンスチームによるイルミネーションコンサートも行われる。正式には部活動ではなく委員会であった。穏やかな校風に反死男志向を思わせるような存在感を持ちっていた。羽織袴を着用し、エールを中心とした応援スタイル、応援団員として活動中は笑顔を禁じられ、規立規則を重んじられていた。その羽織袴は、 新選組を模した浅ぎ色の羽織に白色の袴、ただし団長のみ黒色の羽織袴に高下駄姿である。代々受け継がれる羽織袴及び高下駄には、その男子が目指すべき姿を漢字一字で表した刺繍が施されている。主な役職としては、団長、団長の補佐役の副団長、幹部をまとめる立場の幹部長、県内随一の大きさ、重量を誇る。 和太鼓を預かる太鼓長、推定約4 5ラムの大弾器を預かる騎手長があった。後輩団員が先輩団員に対し、その姿を少しでも見かけたら、押す。と挨拶を行う、100メートル挨拶や、エールの間違いや、先輩団員の気分を損ねた時に、ペナルティとして与えられる、伏せ。など、後輩指導の妙味は、代々受け継がれていた。近年は、 団員不足により活動もほとんど行われておらず2006年度生徒会役員選挙では応援団長の候補者を擁立できなかったため代わりにチアリーダーが立候補当選したこれにより一時応援団幹部会は事実上の休止状態にあったが2007年度生徒会役員選挙では応援団長に男子生徒が立候補し当選 応援団の復活が期待されている。現在は、チアリーダーと応援団が3世代揃い走行、応援や野球応援を率先して行っている。2010年は、夏の高校野球甲子園予選準々決勝で、応援団を筆頭とし全校応援を行った。ありがとうございます。